それでは、今キャベツが非常に美味しくなっております。キャベツの簡単水煮だけでバッチリ美味しくなります。では材料です。まず、新キャベツをこのようにこれ1人前です。ザクッと切っております。でこっちのお尻の方はつけておいてください。バラバラになるので。あとベーコン、ニンニク、あればローリエ、炒めるオリーブオイル、そしてお水でございます。それではまず、ちょっと深めの鍋を用意してください。そこにベーコン入れます。でまずベーコンをよく炒めます。この時は、油を入れません。ベーコンから油が出てきます。それが旨味です。これちょっとポイントです。よく炒めてください。そして下に焦げ目がつきますので、この焦げ目が旨味です。よーく、はーい、はい、綺麗な焼き色がつきました。それでは、キャベツを入れます。そしてニンニク、ローリエ、オリーブオイル、そしてお水、はい、これをちょっと強火にして、沸騰します。沸騰させます。はい、それでは沸騰してきました。沸騰しましたらこうやって、上からこれポイントです。こうやって、お湯をかけてください。そして軽く、1回目の軽く塩コショウします。コショウは白いコショウです。そして、そうしましたら、中火です。中火で5分、まず5分。それでは行きます。5分経ちました。いい感じですね。これもシャキシャキしてるんですが、今日は、柔らかくしたいので、あともう5分、追加してみます。合計10分でございます。あと5分、はい、それでは、プラス5分経ちましたので見てみましょう。あ、いい感じですね。はい、上からこうやってよくかけてください。味見をします。はい、最初5分で、足してあと5分10分です。これでもシャキシャキっておいしいですが、今日はもう少し柔らかくしたいので、あと5分中火で煮てみます。トータルで15分煮てみてください。5分の予定が、10分15分になりました。さあ開いてみましょう。ああ、いい感じですね。
これでバッチリだと思います。はい、よく。じゃあ最後のこうやってよく上からかけてください、汁を。で味見します。あ、いい感じ。じゃあ盛り付けいきます。はい、それでは、盛り付けます。汁もたくさん入れます。ベーコンもたくさん入れてください。汁もたくさん入れてください。はい、これで出来上がりです。はい、それでは試食してみます。お水とベーコンとキャベツ、お水だけで煮てどんな味がするんでしょうか。あ、やはり15分ぐらい、もう柔らかいピチャピチャ感じです。熱々です。めちゃめちゃ美味しいです。この汁。不思議ですね。水だけで、これだけの旨味が出るっていうのは驚きです。グーです。ぜひ作ってみてください。